テーブル、いろんな止め方あって、椅子の止め方なんですけど、うん、天板を上から止めるパターン、下から止めるパターン、うん、作りなんかな、うん、でも綺麗にできとんな、うん、みたいな、間違いないね、完璧です、完璧、イエー、そんな、なんていうの、この止めるやつは。バイスとかクランプって。バイス、はい。いますね。今もうめっちゃ便利なのがいっぱいあるんで。なんかワンタッチで止めるとこ、ね、そうですね。で、外すのもこれワンタッチで外せるんで。で、セットこうピッとして、ちょっと握るだけで止まりますんで。すごいすごい。すごく便利です。これ、ビスの止め方なんですけど、うん、天板を上から止めるパターン、下から止めるパターン、うん、上下で挟むパターンって、いろいろ止め方あるんですけど、うん、僕上下で挟みたい人なので、うん、ほんでこれ、天板がちょっと薄いので、うん、上からがメインになります。はいはい、で、その止め方をするんですけど、うん、こう上から止めたらここ穴開いちゃうじゃんって思うんですけど、うんうんうん、見た目も。あえて下穴を太めに、この天板の部分だけ開けてます。うんうん、で、そこからビスが効く、ビスの頭で押さえて天板を止めとるような形になってます、今。で、これ、ここ目立っちゃうよってなるんで、うん、これ、ダボっていう、うん、まあ、これ木製で、木と木を接合するためのものになるんですね、今。でも、これちょっと今僕、めちゃめちゃ在庫があるんで、うん、こいつを使って木線をします。はいはい、で、この木線を、はい、バンと大事いただきまして、はいはい、ここも完全に動かない状態っていうのを作ってもらってカットします、うんうん、するとこれ出来栄えが綺麗に出来上がるんで、うん、その方法で止めていきます、うん、で、まあ、ビスを抜く必要がない箇所になるんで、うんうん、テーブルができてしまえば、うんうん、なのでここにさらに強度を保つためにヨコッとボンドをぶち込んでもらって、はいはい、線を入れます。であんまり太いの入れすぎるとこれ修正材パカンで割れちゃうんで、うんうん、この下穴の径とほぼほぼ一緒の太さで、はい、線をしてもらいます。で、ノコギリでいただきます。で、この天板の面を切ってないようにノコギリを使ってもらうんですけど、これノコギリってアサリっつって左右でこうペッ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 って刃がちょっとずれてるんですけど、それがあるノコギリやと天板傷つけやすいので注意していただくと。で、造作用のノコギリでそのアサリっていうのがないノコギリもあるんで、まあそちらを購入していただいた方が確実に綺麗に出来上がります。なるほど。はい。アサリのなんか特徴あるの？特徴、なんかこう普通のやつとこうアサリがあるやつと、アサリがあるやつの方が切れは早いですね。あ、切れが早い。はい、切れが早いです。あの刃が右と左とってこう交互になってるんで、切れも早いですし、で、この、これ、小さい刃になってるんで、横目を切ったりするときに使うのがメインになるんですけど、まあ、これも縦目を切るときの刃とかっていうのがあって、まあ、その辺は、ちょっと、まあ、僕もそんなにめちゃめちゃ詳しいわけじゃないんで、まあ、他の方が説明してるやつとかもあるんで、まあ、その辺も参考にしてもらったりとか、書籍とかも読んでもらうと出てたりするんで、はい。で、こうやって止めてもらったら、最後ですね。で、アサリがあるタイプのノコギリで切ったときは、ちょっと線を出しとくぐらいでやった方が、この天板絶対傷つかないんで、うん、その辺もちょっと考えていただいた方がいいかなと。うん、こうペンペンと叩いて、最後ね、この弦のって、こっちが丸くてこっちが平らってなってるんで、この丸い方でこの木線だけをコンコンコンと叩いていく。そうですね。でこれあんまりガーンっていったら、うん、この天板の方が傷ついちゃうんで、うん、それも注意しながら叩いていってもらいます。まあ、周りを潰していくイメージです。一番いいのが、うん、アサリがないノコギリで面で切ると、うん、一番綺麗に出来上がるんで、よし、こういうのもそうですね。はい。で、これで最後、サンディングをかけていくという形になります。全然ちゃうもんね、これ。はい。丸出しと。これね、今ちょっとボンドのあれが残ってるんで、サンディングで綺麗にしていきますね。さあ、サンディングすると、あれ。さあ、触ってください。すごい。お、わからん、わからん。お、すご。まあ、こういうアクセントの付け方をしていただくと、なるほどね。あれ、これ手作りなんかな、でも綺麗にできとんだみたいな。間違いないね。はい。綺麗。いきます。模様みたいな。あ、そうですね。そんな感覚で。節みたいな。そうですね。はい。すごいすごい。じゃあ、こんちゃん。こんちゃん、どうですか。
いや、もうすごすぎますね、これは。知らんだ、これ。あ、これはちょっと僕は知らなかったです。知らんだ。はい、これは知らんかったですね。そう。めちゃくちゃ綺麗ですね。ねえ。そのぐらいは、ちょっと触らないといけない。はい、じゃあ、今度はやってみてください。はい、ボンドを入れて、ここに当てて、ラグを入れて、トン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 。あ、これ、平面で叩いていい。最初は平面で、すぐ。はい。なんか、はい、斜めじゃねえ。斜めじゃねえ。おぉ、OK ね。はい、もうこれで、ね。いい、切ると。はい、それ。手元。ぶたり。まずこの辺と。手元をくっつけて、こっちで手を持って、ガリガリと。でもめっちゃ綺麗やん。全然。いや、めっちゃいいよ。アサリやもん。全然力入れてないです。入れてない。はい。さすがアサリっすね。さすがアサリ。さすがアサリっす。これ、いいっすね。アサリはすごい。アサリはすごいです。うん、で、またこれで丸い方を見て、次、2人で、まあ、それだけはもう3人後、ペペッと、うん、あ、余分なボンドを先にペペッと抜いて、うん、はい、結構出てんね。結構3人ぐらい。3人ぐらい。おー、すげえ。おー、すごいっすね。やったやん、めちゃええ仕事して。もうちょいやっといていいですか？え？いや、いや、いや。いい感じっすね。どう？完璧です。完璧？いえ！超協力助っ人、コンちゃん。どうした今は？もう今何してるんですか？ベビーシッターします。はい、ベビーシッター、はい、ベビーシッターです。あれ DIY は？あ、もう今ちょっとベビーシッターに集中してるんで。ちょっと撮影は？あ、撮影お断りです。あ、お断り。ベビーシッターに集中してますんで。なんかちょっと足ハマってるみたいな。おい、足ハマってる。ちょっとベビーシッター大丈夫？ちゃんと大丈夫。大丈夫。はい、やってよ。はい、続けた。よっしゃー、はいよ。え、イエイ。とりあえず4箇所終わりました。いや、素晴らしいね。いや、すごい。じゃあちょっと持ち上げてもらおうかな。おお。ですね、完成やね、とりあえず。で、次下からも、うんうん、ちょっと一応止めよう。それは何を？あ、天板ですね。天板を引っ張りますんで、うん、こちら下から、うん、もう一応止める。ああ、そういうことね、はい。で、そっちはもう隠さんよね。そうですね、こっちは隠す必要がないからね、思ってますんで、はい、ね、ここに隠さず、うん、止めようと思います。はい、うん、土台も足の下側のところにつけてもらってるんですけど、開き帽子と、あ、開き帽子、はい、あとこれが土台に打ち込まれる感じになるんで、うん、こいつでこのテーブルを、うんうん、床面に固定していく形になります。なのでこれが、前がこっち側になるんで、うんうんうん、こっち面に、うん、こっち面からこう見たときに、うんうん、ここの足が L 字になっとるように見えるっていう形になりますね。はい、でこれ両サイドつけていきます、はいはい、両サイドをこれをひっつけていって、うん、両サイドの固定性、何ていうんですかね、固定力を上げるというになります。安定感が増すわけ、ね、そうですね、はい、そう、ドンピシャです。このカットもようやくジグソーの出番ですか？ようやくジグソーの出番です。お、こういう土台の片方の方やね。そうですね、そっち側から来てますね。はい、さあ、こんだけ簡単に。もうまっすぐ、めちゃめちゃ綺麗に切れるんですね。ああ、さすが。
もあれですね、まっすぐ入ったら、これはもう線見えるんで、まあ、綺麗に囚人アダプターとかもついてるんで、本当は囚人しながらやった方が綺麗に、あの木くずが残らないんで、要線も見えるんで、本当はそれやってもらうといいんですけど、まあ、それなくてもこうフフフで剥ぎながらやれば綺麗に見えるんで、あとはもう線の外側を沿って、だから残し外側っていうか、どっちを残したいかですね、確実に切らなあかん側と、残したい側とを見て、その線のどっち側を攻めるかっていうのを見てもらう。あとは歯がこう斜めに入ったり、これはあの角度変えれるんですけど、歯が斜めに入ったりしちゃうと、どうしても切り口が斜めになっちゃったりするんで、それは注意してもらうというような形ですね。でこいつは速度調整がついてるんで、まあ、その切りたい材料とか、そういうもの、あと歯の適合しとる歯の速度とかを見てもらって切っていくっていう感じになります。であとはこの切るところが固定と、固定して、これめちゃめちゃ重要ですね。ブレ取ったらブレちゃう、はい、こいつがバタバタバタって遊ぶと、どうしても歯が引っかかっても、切り口がずれていってしまうんで、しっかり固定していただく、はいはい、そういうことね、はい、はい、やり方作るとちょっと、そうですね、どうしてもバラバラバラって、それだけ注意してください。切り口だけ、そうですね、こんな感じです。おこっちが線が残ったので、こいつを今からちょっとサンダーで綺麗に仕上げます。はい、はい、足の固定も終わったんで取り付けに行きます。いやすごい、これがここにくっつきますね。安定しとるもんね、完璧やん。で、土台を押さえられて、ここをグイーンって止めるってことだよね。そうですね、下の土台、貫通させて。なるほど、なるほど。こういうカーブ削るときがいっちゃうんやろ、はい、むちゃくちゃいいですな、綺麗やもんね。そう、切断面めっちゃ綺麗なんだ。とりあえず形できたんで、テーブルで足、でここ逃がしになるんですけど、ここまたボードが、これはまず何用の、あこれですか、これはここに収納を設けるんで、はいはい、ここ2段にしたいんで、はいはい、引っ掛けを作るための、支柱になります、はいはい、でまあ一応強度、テーブルの強度自体も持ってるんで、まあ3本足、3本足、ね、結局ね、6本か3本か分からないですけど、はい、足になります。で、なんで僕がこれを、そうですね、ポータブルをバッテリーをね、はい、置きたいって入れたいんでって言ったら、こいつをこの向きで入れるような状態にします。で、まあ抜き差しができるように、こっちの面は一部開けに来てあります。はい、で、この上にも段を作って、そこには物が置けるようなデッドスペースになるで、はい、状態にしようかなと。なるほど、なるほど。いうところになります。棚を作るために、まあ、そうですね。足入れてくれたんですね。はい、はい、になります。で、こっちが目隠しで、はい、止まってるために、OSB で、はい、つけてもらったと。そうですね。いやー、いいっすね。はい。めちゃくちゃかっこいい。で、この上に棚とか、まあ、木枠組んで、うん、なんか収納ができるような形でも、まあ、軽く作れたらなと思うんですけ ど、ちょっとそれおいおいになっていきます。うんうんうん、で今から、このテーブル自体を止めて、とりあえず固定した状態で収納をどういう風にしていくかっていうのを今から考えていくというところになります。はい、じゃあ今からは固定ですね。はい、固定していきます。上の固定入ります。はい、でちょっと最強助っ人のコンちゃんが こもりしてるんで、たくさんに手伝ってもらわないといけないんで、ちょっと動画が一部ないかもしれません。はい、はい、じゃあ。ちょっとこれを撮ってもらっていいですか。あ、はい。はい、下へ降りてきてもらっていいですか。ここまで行きました。申し分ないっす。申し分ない。申し分なしです。ちょっと先帰るんですね。はい。ケツカッチンなもんで。おしゃれな感じがまた手作り感がなくなってるような感じですね。そうですね。こんちゃん良かったですね。ね。はい。こもりうまいんで。ね。こもりで呼んだんで、ね、今日。こもりで呼びました。